この番組はバンドマン2人による音楽対談番組でございます。毎回1つのバンドをお題に上げ、そのバンドの好きな曲ベスト3を発表。盛り上げてくれるのはこの人。そしてもう一人の MC はこの人。果たして二人は今日どんなお話をしてくれるのかお楽しみに。え、やめやめろ。いや、ちょ、用がないっす。あ、カリスマロックスターです。あげたまボンバー。ボンバーし。すいませんね、ちょっと今ハプニングというか、そうです、今途中までやってたんですけど、ちょっとバカ、あれ、これ言って大丈夫なんですかね、じゃあ。多分大丈夫。とりあえず止められて。とりあえずじゃあ言う方向で。お題を変えろと。はい。あ、僕ら今ゴーサンバックスピンっていうバンドのね、あの派生ユニット的なバンドの、あの回しホームランっていう。回しホームランね。バンドの、あのトップ3。やってたんですけど、で石丸社長が遅れてくると、うん、でだから来る前に始めたら石丸社長がバッて来て、何やこいつらって言われて、いやだから回しホームランですよって言ったら、知らんし、そんな前から数字取れへんからやめてくれって言われて、ティーボランと同じぐらい有名やぞ、バレしてんのかお前、もうサイン書いてもうてるって、知らんのか、あのあれやぞ、ハロウィンとツアー回ったやぞ、そうそう、ほんまに知らんぞ、フルスイングなんてお前な、もうすごい応援歌やぞ、すごいぞお前、ドスコイアフロのテンポしてんのか、220 220でずっとブラストビート叩いてんだ、ドドラムすごい速いんだぞ、ダメやっていうことで、そうですよ、まあ、一応あの社長のもとでやってるんで、しぶしぶ消しますけどね、そうですよ、スポンサーやってくれてるんで、あんまり怒らすとほんまに切られたら嫌なんで、もうちゃんとね、リニューアルしてから、わい、始まりましたとか言いたいのに、そういつもちょっとすいません、なんかイレギュラーで変な感じでね、最近石丸社長めっちゃ出てきますよ、ね、出てくるわ、ね、ここに出てこないくせにね、お前や、そこでごちゃごちゃ言うんですよ、あの人、ほんとになんでやめなあかんねん、まあ、ね、結構やりたかった、回しで僕らちょっと待って、じゃあそうそう、何も考えてない、お前、あ、今日の候補はどうしよっか、お前、ちょっとあー、やべ、何つのパターンだ、いつも考えてんのに、そう、いつも考えてんの、最大12個ぐらい、ね、そう、そうですよ、今0個なんですよ、あ、こんなパターンある、個数が0、俺が出そうかじゃあどうしようかな、最悪、あれやったら、あれなんですよ、今来る途中ちょっと聴いてた曲ある、はいはいはい、それでいきます、あ、じゃあ聴いてたバンドで、もうじゃあカリスマも今決めるよ、知ってると思います、さっきあのここ移動中ちょっと聞いてたバンドです、はいはい、じゃあ今回イエローモンキーでいきます、おお、まさかのメジャーすごい世代やし、メジャーがさらっと出た、じゃあたまたまなんか来る時に携帯いじってて、あの携帯のメディアプレイヤーいじってて、あ、イエモン懐かしいと思って、すごく来る時にいいですよ、もちろん、そうなんですよ、ちょっとイエモン行こうかな、じゃあと中学校の時大好き、はい、そう、小中学校ぐらいの時にすごい、さらっといいお題が出ましたね、今回は、意外とまさか、うん、これが来るとは、めっちゃ拍手してるわ、イエモン走ってるしね、回してホームランはあかんかったね、あかんのかよ、はい、イエローモンキー、まあいいですね、まあそうでしょ、うん、知ってる人も多いと思うんで、そうです、メジャーどころです、わかるわとか思いながら、ね、すごいの知っとるなとか、え、そんなんあるんすかとか思いながら見てください、そうです、なので全然決まってない、そうです、だから正直今ペン持ちましたけど、どうしようかな、え、決まってない、これね、あのガチでね、決まってないじゃないですか、シングル曲でもある可能性があるって、ほんまや、いつもちょっとね、なんか思い出したりとかする、そうなんですよ、マジで、ほんま考えてない、あの春歌舞伎歌った時もあれ書く時までずっと考えてたんですよ俺なんて一回書き直してる、そうそうそう、もうこれでいこうかな、書く、その書いてる時も考えながら書いてた、そうそう、いや今回はいやもう思いつきでよく歌うんですよ、あのカラオケで家も、ああはいはいはい、それっぽく歌えるんで、僕も知ってるんですけど、今適当にほんまにお題決めたから、ね、なんかそのなんていうんですかね、まさかね変更するとは、まあ、こういう曲もあるんですよっていうのがちょっと出せへんと思うんですよね、ちょっとメジャーとかで今日待ってしまうと思いますけども、まあまあそういう回もたまにはいいでしょう、あるある、8回目やからもう、なんていうんですかね、その知ってるお題がいっぱい出てくるのも面白いかなって思うんですよね、そうそうそう、あ、やっぱりとかね、そう、あ、この曲ね、この曲ねっていうのも面白いかなって、そうそうそう、いつも意表ついてるから今日はいいんじゃない、いつもちょっとやっぱみんなが知らん曲も行こうかなと思ったんですけど、今回もちょっとメジャーどころで揃えてしまおうかなと思います、ということで中島の第3位、はい、いきます、僕は楽園です、うわー、まあ有名っつったら有名やけど、有名どころ
ですけど、結構ね、この曲を押してる人少ないと思うんですよね、意外と。ジャムとスパークの間に出たかな。ジャム、スパーク、楽園です。あ、そっちか。そうです。これ、こういうの詳しいんですよ。こういうの好きなんですよ。いつもちょっと間違えてるそうです。いや、ここの流れの時のイヤホンがすごい好きで。え、楽園バーン、あれバーンやったっけ。違う、急行バーン、いや、バーンやったかな。でもそんなぐらいの感じですね。多分楽園、ラブラブショーはもっと後か。だいぶ後だと思いますよ。もう最後らへん。あ、そっか、バーンかな。じゃあちょっとその辺またちょっとややこしくなってきますけど、うん、まあそうですよ。だからその今言った流れの時のイヤホンがもうすごい好きで。いや、もうそれ好きですよ。なんかベースかっこいいですよね。そうなんですよね。この曲ね、ね、本当に結構なんか例えばね、イエモンでこの曲好きやって言って、楽園結構好きって言っても、ええとはならないですけど、楽園ああぐらいの感じなんですけど、うん、そこ来るみたいな。確かに多いですよ。でも僕すごい好きな曲なんですよね、これ。なんかちょっと暗い始まりだけど、なんかサビはやっぱこうすごいキャッチーで。そうですよね、うん、なんかイエモンらしいメロディーかなって思うんですよね。やっぱ歌詞がやっぱ変わってて、なんか猫も連れて行こうとかね。ああ、はいはい。結構ですよね、変わった歌詞。変わった歌詞。面白い歌詞多いですよね。アナウンサーとか猫とか、なんか結構普段使わへんような、なんか。多いですよね。なんか言葉遣いが面白いというか、面白い。チョイスが面白いですよね、この人の歌詞。楽園か。楽園、そう。好きやな。名曲。好きやけど知らんわ。出た。好きやけど知らん。めっちゃ知ってる。好きやけど知らん。ものすごい知らん。シングルもリアルタイムに勝てた。俺も持ってたと思う。これ多分ジャム、スパーク、楽園は揃えたんちゃうかなぐらいの。ジャム、ああの辺ね。そうです。スパークもいいんですけど、ね、いい時代でしたね。残念ながら僕スパークね、4位か5位ぐらいなんですよ。僕もスパーク4位か5位ぐらい。すごい好きなんですよ。なんかね、すごいロック調の曲ですごい好きなんですけど、そうそうそう、すごい分かりやすいフレーズで、分かりやすいなんですけど、でもやっぱそれ以上にすごい名曲がまだ楽園入ってくるっていうのがちょっと2な感じがする。あ、そうなんですね。そう言われるんですよ。だから楽園押す人ってあんまりできないですから、僕すごい好きなんですよね。押してるけどちょっと違うだな、違ったな。第3位あったら何やったの？3位あったら、サーモンの塩辛です。とこの間の石橋社長からもらった萩の月。萩の月、あるセットで。セットであんのまだあるっぽいですね。あるっぽい、はいはい、買いすぎた。じゃあ私の、まあ合わないんですけどね、実は言っちゃうけど、ちょっとプレッシャー与えたかったんですね。なるほどね。私の3位、嘆くなり我が夜のファンタジー。ああ、なるほどね。これはいはい、これはいいですよ。まさかっていう感じもしますけど、結構古い。古いですね。そのだからジャム、その今言ってたその黄金時代というか、それもちょっと前ぐらい前ですよ。そうね。デビューしてちょっと経ったぐらいですね。そう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 。はい。PV もちょっとそんなにお金かかってないような感じの。ああ、確かに確かに。そう、ちょっとスポットライトを浴びながら歌っていうような、はい、そのやっぱ成長を描いてるというか、それこそね、ギターボーカルやった時もありますもんね。ああ、そうそうそう。水浴のマーメイドとか。あれそうでしたっけ？確かギター弾きながらね。化粧してたり。そうです、そうです。まだ結構グラムロックが、グラムロックショップが強い頃っていうか、ね、めぐたジギーとかあっち系の影響が強いっていうね。そうだからね、そのなんか B メロが、いやらしい B メロがいいんですよ。ああ、はいはい。B ロードのドレスを咲いて、はいはい、みたいな。なんか、確かにそういう、そのなんか怪しい、はいはい、でもサビはトゥルーラーっていうのが明るくなる、明るい感じがね、はい、このなんかね、いいですよ。のギャップというか、なんか独特なんですよね、そういうなんか他にない部分というか。嘆くなり我が夜のファンタジーって曲なんてないですから。タイトルもそうですね、うん、でメロディーもなんかそうですね、結構独特な雰囲気というか。そうですね。で、結構でもサビはやっぱりそのキャッチーというか、そこに行くまでの過程が結構怪しかったり、なんか暗かったり。知ってますね。っていう感じなんですけど、やっぱサビでこうやっぱガッツリキャッチーになるからすごい聞きやすいなっていうのがあります。ラブきます。そうなんですよ。まあ、そんなすごいな。そんな感じで。いや、惜しい。3位好きやったな、楽園。まあ、ホッとしてはりますけど、まあ、合わないのはしょうがないんですけど。まあ、あの人は合わへんかったらすっげえ笑うんですよね。合わへんかったら本当に。今日も何もなしできるわみたいな。そうなんですよ。そうか、楽園、楽園悩みましたね。そう。これよし、2位か1位あったらんかな。あれちょっと待って、これ漢字が書けへんようになってきた。え、漢字あれ出たらあかんかった。そうだ、え、あってんな。いや、しかもこれ、しかもデザイナーの会に書いたしな、ここ。何、あ、これ言ってしもたらあかんな。デザイナーの会に書いたとか言うとあかんな。すげえ分かった。ラスで言ってしもた。すげえ分かった。あかん、やってもた。それは分かったな。デザイアの会
デザインやの会でタイトルかぶってたのこれしかないやんっていうね。そうっすよ ね、はい、分かってしまったカリスマの。残念ながらそうなんですよ。球根とかもいいな。球根いいですね。ラブラブしようか。ラブラブしようか。原木見ながらやる番組だからな。あ、ブリリアントもええわ、やめろ。ブリリアントもう言わないよ。好きなんですよ。プライマルもブリリアントワールド。プライマルめっちゃ好き。なんだか。そうそう。で、バラ色の日々とかもすごい好きなんですよ。ーパールとか。パールもいいし、タクティクスはそんな、そんなあれかな。ああ。プライマル、プライマルとか好きやったな。太陽が燃えてる。プライマルの時からドラムの人がめっちゃ髪短くなってたりとかするの。ああ、僕あの人急に短くなったんですね、そういや。あ、コーナーしちゃう。はい、もういいですよ。はい、はい、カリスマの僕の第2位いきますか。第2は行きますか。僕の第2位は追憶のマーメイドですでしょうね。はい、若干ネタバレすいません。こんな感じですよ。でもめっちゃいい。それまた古いですね、それね。さっき言ってましたけど。そうです、そうです。ギター持って歌ってた気がしますよ。そう、初期じゃないですけど、まあまあデビューしてちょっとしてぐらいの、なんていうんですかね、個人的にっていうかあれですけど、ちょっとその時代を感じるメロディーというか、古いその90年代前半の頃のサビ特にね。そうなんですよ。その眩しい、そうそうですね。あのそれこそあのビートロック世代というかビートロック系が流行ったあの頃のジャスティン・ダスティとか、あ、大好きな、それちょっと確かにありますね。とか、まあ、デランでちょっと違いますけど、ジャンルがジャスティン・ダスティとか、まあ、その世代ストロベリー・フィールズとか。なんかその世代のバンドのこういうメジャーな曲のメロディーにちょっと近い感じというか、すごいキャッチーで、そういう分かりやすい曲っていうんですかね。この曲は結構あれですもんね、もう前半からずっと爽やかな感じですからね。そうですね、デンデケデケデン。そう、確かに。なんかあんまり、そう、イントロもすごい爽やかな感じで、メロディーも結構ね、そんな、なんかそう、怪しい感じで来たりとかじゃなく、結構ずっと一貫してポップな感じでずっと続いてるっていう。空が太陽抱きですね。そうそう。で、これね、あのムックがカバーしてるんですけど。そうなの、まあ、デランジェに続きね。ムックいいとこカバーするな。ムックカバーしてるんですけど、ムックがカバーしてる追憶のファンメイド、本人にむっちゃ似てるんですよ。僕もちょっとなんかできてる。やってましたね。そうそうそう。ムックもやってて、すごい本人めっちゃ意識して歌ってるやん。もう逆にちょっと本人になってしもてるやんぐらいで、ね、結構いい感じなんですよね、だから。そうなの。すごい、だから、まあまあ、なんかちょっとイエモっぽくないって言ったらあれかもしれないですけど、それでもすごい良い曲ですからね、これは。誘惑の海って言ってサビなんですよ。誘惑の海に、あ、そうそうそう、そこからいきなりダー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 、あー眩しい、あ、そう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 、なんかいいですよね、あれ。これめっちゃ良い曲なんですよ。一回聞いたらちょっと忘れられないようなメロディー。僕、パーって入ってる。1位と2位ですげえ迷って、実は。まあ1位、まあ次出しますけど、この1位と2位すごい迷ったんですけど、やっぱ1位はやっぱあれかなっていう。まあでも実質1位2位はほぼもう同率ぐらいなんですよ、僕の中ではね。もう今出してくれた2曲実はもう入らないんですけど、1位は合うかどうかのもう勝負なんですけど。いや俺1位はね、多分もうイエモンって言えばこれじゃないかなって。でも4位5位ぐらいの1曲ですよ、その楽園とか、うん、水浴のマーメイド入ってもおかしくなかった。水浴、いや水浴のマーメイドが入れてくるからと思ってたんですよ。いや入ってこないのか。嘆くなりの方になっちゃいましたね、怪しさ。ちょっと怪しさが分かりましたね。なんかそのイエモンらしさというか。そうそうそう。ね、はいはい。あと歌っててなんかこう、うん、心地よい方に。ああ、なんかそれ分からんでもないですね、それ私。お、私まだ2位出してるもん。そうなんですよ。見てしまいましたから、ね。あ、見てしまった。はい、確かにこの位置だったら2位。それか2位。これです。はい、ラブラブショー。来ましたね。これね、個人の見解というか、僕の勝手な歌詞の解釈なんかわからないですけど、ラブラブショー、これ、なんかすごい、あなた、お姉さんって言って始まるんですよ。はい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 、あなたが欲しいよみたいな感じで、僕結構、はいはい、ナンパというか、そのなんか、はいはい、ヘラヘラした感じでちょっと始まるんですけど、でラブラブショー、はい、今日も明日もお元気でラブラブショー、ラブラブしようよって言ってるんですよ。はい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 、最初ラブラブショーというかラブラブしようって言って、ああ、書いてましたよね。そう、はいはい、ラブも今日も明日もラブラブしようよみたいな感じで、C メロでちょっと様子が変わってくるんですよ。で、そうそう、PV なんかゴジラみたいなの出てきて火吹いたりするんですよ。そんな山が火を吹き、ああ、はいはいはい、あ、なんか流れて、はいはいはい、きっとそこでそれまでラブラブやった二人がなんかすごい、あ、ね、すごいきっと大喧嘩して、ちょっとあったと。いろいろあってもお別れが来ると、はいはいはい、あんなラブラブしようでもお姉さん言ってたのに、はいはい、もう最後 C メロ挟んで
様子がおかしいんですけど、はい、愛とは誰かのためだとか言ったら疑われるけど、はいはい、みたいな、はいはいはい、もうでも咲かない花はないけども、いつかなんか先もう別れをちょっと示しているような歌詞があって、はいはいはい、で今日ラブラブしようって言ったのが最後ラブラブショーって言うんですよ。あのラブラブをしてたのは実はショーだったと。ああなるほどね、うん、はいはいはい、今までのはもうショーやったと、もう作り話やったからもう終わりやと、うん、真実の間はなかったと、ラブラブのショーでした、ラブラブしようしようって言ってしてたのはラブラブのショーでしたっていう感じが勝手にしてるだけなんですけど、あー、うん、すげえ解説それ。そうそう、なんて確かに確かに言われた、そういう感じがして、なんかあ、ただのそういう明るい曲じゃないんやっていう、あ、もっと深いんかなっていう感じで、本当のところは分からんけど、そういうちょっと考え、でもあの人そういう歌詞書きそうですもんね。確かに変わってますね、うん、そういうなんかただでは終わらへんっていうか、そう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 、確かにそういうとこありますからね。ただラブラブショーのノリノリの歌ではないのは確かに。あ、やばい、今回もう2回やったティーブランの回もね、結構2回だったんですよね。面白くないとか言われそう。おし、石丸社長いじろうぜ。おや、ちょっと出てこい。言えた、すぐね、これ本当に言えました。いやでも本来はそういうね、やっぱ、はい、こうあの時代をもう一度じゃないけど、はいはいはい、こういういい曲があるんですよっていうおすすめをして皆さんに届けたいっていうのが第一のあれです。まあ、まあそうです、はい、のでこれでいいと思います。まあ確かにそうですね、これはね、うん、はい、面白くなかっても、ね、石丸社長自身は面白くなりますから、ね、そうそうそう、回してホームラン飛べたあいつが悪い。そりゃそうよ。あれと面白くなったの家門とか言うから、ほんまに世代でね、ほんまに人気もあって、はい、もうめっちゃ聴いてたから、ほんま好きなやつになっちゃうよ。そりゃそう、でだってほんであれでしょ、また終わってから多分絶対言うんですよ、またなんであんな回やろうとしたんですか。説教が、そうそう、いつもそうですからね。 あいつのネタをバラしてやろうかなって思うんですよね。お前言ったのじゃん、お前、ほんまにあいつ、ちょっと離婚しとるからあいつバツに、めっちゃ怒ってるこれ。バツに、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 62の独身。そうそうそう、だってあれですもんね、いつも帰るけどコンビニでなんかなんかビールとつまみ食べようっていう寂しいやつやね。そうそうそう、ほんでなんか俺この前ね、家の方向一緒なんですよ、ここから帰る時に。そうな、で途中のコンビニ、俺もちょっとトイレ行きたかったし、なんか何買うてかなと思って寄ったんですよ。あいつコンビニで豆腐買うとったんですよ。豆腐コンビニで買うなよ。コンビニで豆腐持って、何やって言われて、豆腐持ったって、何やって言われて、豆腐持っとるもん、ちょっと健康とか、なんか気使っとるやないか。分かんないですよ、豆腐持ってるくせに、片手、ここにワンカップ入ってる。お前、これ当てにするつもりやろと思って。そうなんや。豆腐とワンカップでっていう、ね。そんなことあったよ。そう、で、出会ったコンビニで。びっくりしましたね、ほんと。めっちゃ睨んでる、あんまり言わないと。やば、怒られる。顔赤くなる。ほんまに怒られるわ。なったんや。そんな会ってみたいわ。これ言ったらあかんかったんかな。ほんまに怒ってるやん、ちょっと。すいませんね、このコンビニで立ち読みしたら猛烈に感情したんだよ。今尋常じゃないレベルのやつやったんだよ。あの人年いってるくせにコンビニでようやんじゃんの、そうそうそうね、やんじゃんのグラビアページばっかり、そうそうそう、スケベやわ、そうスケベめっちゃ怒っとるな。そうそう、そういうスポンサーのことやっとるんですよ。あんましゃべらんといて、ほんま声入るから、やめて、ほんまやめて、マジでね。弁当君らのもあるよって言われた入ってたもん。そう、あれ入ってましたね。いや、僕聞こえへんかったけど、入ったら、ここでギリ聞こえたから、もしかしたら入ってるかもしれない。入ってるかも。ほんまに、ほんま喋らんといてや、あんまり。ね、もう1位ですよ。こんなに1位。1位ですよ。イエローモンキーが1位ですよ。そうです、1位ですよ。いきます。僕の1位は、はい、不動ですよ。ベタですいませんけど、不動です。はい、ジャムです。ジャムです。もうこれしかないでしょ。知らんわ。待って、もうそれでだったから、もうやめとく。出します？はい。それなら。はい、出しましょうか、ね、知らんわってことは、この前と同じあの流れでしょ、多分。そうですね、エンジェリックと同じ流れでしょ。バレた、知らんわっていう時にかぶるエンジェリック事変でしょ、これ。エンジェリック事変いっぱいあるな、ドンストップビッチパターン化されている回録パターン化されているんですよ、これ。エンジェリック事変でしょ、はい、もう気づかれたんで出します、はい、そういうことです。私もグッナー、これですよ。もう来ましたね、1位が。これソロクスト来ました、来ました。で1位がソロクスト、デザイアー、デザイアー海外ですね。ほんまや、1位はね。これでも1位も2位も3位も結構かぶった。3位はエンジェルかぶりましたからね。2位もなんかかぶらなかった。2位はまだ被ってない。ドントストップがその
え、夢の中へとかはシャムシエドのあれ被ってない、あれランキング被ってないですよ。俺が1位かな、難しい。そう、同じの選んでもやっぱ同じの選んでもランキングを被ることなかなかない、ね、1位が被るのカリスマロックスターの曲です。そう、来ましたよ。まあこれ有名ですけど、もうまあそうですね、それやのに散々曲多分 20、30曲の中から選んでるんですけど、そうです、多分あの世代でも詳しくない人はさっき言ったあの最初の黄金時代の 3,4 曲しか知らないと思って、1位をこれにする人は多いと思うけど、そうです、たくさん知っててもこの2人がこれにするってことはよほど名曲なんですよ、本当に。これはもう名曲10選の中に僕入りますね、もう EM とか抜いても。あ、その今まで聴いてきた中で、うん、ララバイとかも言ってましたけど、これは入りますね、はい、いや本当にすごいいい曲です。これはなんていうんですかね、なんかこう始まりがね、すごい静かに始まっていくんですけど、暗いテレビかなんかの、なんか光だけでみたいな感じで、目から血流すっけ、なんかジャムなのかな、なんかあれなんかありましたよね、ジャムのピークと思ったの、女の子がなんか口紅引きすぎてるようななんかやつもあってな気がする。過ちを犯す男の子、涙化粧の女の子、なんか思い出していいけど、なんかそう、でもすごい、サビは手広げてぐんなーって言ってるんですよ。なんかね、男の子と女の子が出てくるんですよ、過ちを犯す。また後で調べてみて、いいですけど、いい PV、これもその前回の T ボラの回でラブという曲を僕が出しましたけど、この曲もね、上手くないと歌えないですね。これは間違いないです。これは本当に声量がないと、結構も歌いやすいとか言われたりするんですよ。結構グレーとかラルクとか、はいはい、まあ、そのソフィアとかシャムシェードとか、はいはい、結構世代やったんですけど、はいはい、俺ちょっとあの辺歌えへんし、家も歌うわっていう人は大体歌えないです。そうです確かにその歌いやすい曲もありますよ、ある、あるけど、ジャムはロングトーン、それにロングトーンで声量がないと本当にペラペラになりますからね。そう、分かってますね、ボーカルじゃないのに分かってますね。これいや実は昔家音をコピーしたいって話があって、で僕はジャムがすげえやりたかったんですけど、その当時やったボーカルが、いや、ジャムは歌える気がせえへんって言って、正解、そう、カラオケでなんか歌ってもらったんですよ。いや、もうそれは俺らが判断するからと、確かにやめとこうってなりましたね。やるでしょう。そう、いや、音程は全然取れてるんですよ、ちゃんと。で、何歌ってるかも分かるから、ちゃんと分かりますけど、やっぱり声量がないと、そう本当にこれは、僕もこれが歌いたくて練習したっていうのもちょっとありました。本当にこれ声量がなかったら、音程が取れてても、音が細いと、それだけで迫力が全然違うんですよ、そうこの曲。めっちゃ嬉しい。これすごい難しいと思います、ほんまにそう。本当に。さすがやな。これだから、ね、カラオケでちょっと俺うまいって言われてるでっていうレベルで歌ったら、痛い目見ますからね、これは本当に。めっちゃ言いたいこと言ってくれた。だから例えば歌っていい曲やなと思って、ね、誰か。うまいと思う、俺うまいねって言って歌っていい曲やなって本家聞いて、いやあいつの結構キスかなってなってなる。そうだ、なるんですよ、これはちょっと、もうほんまそうですよ。そうです、本当にあのこの吉井さんという人の歌のうまさがすごい分かる曲です、これは。簡単に解説しましたけどね、僕はそうかしら。言いたいこと全部言う。でもそういうことですよね、これ本当にすごい。あとやっぱ歌詞もね、そうニュースキャスターは嬉しそうに、あの、ありましたね、そう乗客に日本人はいませんでした、はい、いませんでした、僕は何を思えばいいんだろう、僕は何て言えばいいんだろう、歌ってるっていうか、ほぼ語ってますからね、こんな夜は会いたくて、君に、名曲です、めっちゃいいですよ、また明日を待ってる、今ちょっと歌詞言ってるだけでジンとしてくるぐらいの、そう、本当にすごいいい曲です、これは。で、うまいというか、その、歌うのはちょっと難しいかもしれないですけども、僕が教えます、僕結構得意ですよあのプロに教わってください。じゃあね、あの、たとえ世界が終わろうと思う、待ってます、出るかな、2人の愛は出ますかね、ロックスター音楽教室で出ますか、多少やってます、ね、出ます、じゃあ何で仕方すんねん変な宣伝するな、さっきのそれは許容範囲外やと、多分、ね、さっきの祭りのことでめっちゃ怒ってんや、めっちゃ怒る、めっちゃ睨んでますからね、子供の名前が言うだろうそれ言ったらほんま子供にも怒ると、子供に罪はないんで、これさっき前回がね、子供うろうろしてた、そう連れてきよる、ね、たまにあの子供は引き取ってないけど、たまには会える日が、ね、その日やってる人で、なんかそのあのちょっと撮影してる感じ見てなさいってさっきこの前の会議に連れてきたんですけど、ほんまにずっとうろうろしてますよ、邪魔ばっかりして、年してもう62のおっさんの子供やから正直そう、女ちっちゃいやつじゃないですよ、あの、2人より年上なんですよ、そうが、なんかね、そこずっとうろうろしてね、うん、しかもなんか食いながら、そうどういう質疑してやるの、わかんない、でもなんか、ちゃんと働いてるらしいですからね、そうあの息子は、なんて言ったかな、なんか結構いいとこで働いてるらしくて、ソフトオンで
いいとこ、ソフトオンデマンド。そういういいとこじゃない。ソフトオンデマンドじゃなくて。なくて。なんでソフトオンデマンド。もういい、もういい。うん、とりあえず言っていいか、これ。S1 で働いてます。S1 の方で。そっちの方で。なんで FV メーカーなんやろ。あ、ダミューの方でね。プレステージらしいです。プレステージの。めっちゃした。わかるわ。今度こういうのやりたいですよね。おすすめの AV メーカーですね。AV メーカーやりたいですね。僕はプレステージですね。ああ、なるほど、いろいろあるからな。ジャム。ミリオンとかはもうええか。今日はこれ。ジャムです。はい。これジャム。最後ちょっとふざけましたけど、はい。ほんまにいい曲です。そうです。本当に聞いてください。うん、とあのこの中で聞いてほしいのは、でも追憶ジャム。あ、ラブラブショーかな。ラブラブショーやっぱいいですよ。今さっきの歌詞の解説を聞いたらやっぱりラブラブショーを聞いてほしいですね。これ今さっき2人も言ってたパール。ああ、パール、はいはい。他はプライマル。プライマルいいですね。ブリリアントワールド、おめでとう、ね、とかバラ色の日々とか結構有名どころいっぱいあります。あれ何でしたっけ、何十年何十年何十年みたいな。あれ何だっけな、あれ何でしたっけ、球根じゃないな、なんかありました。あれだっけ、あれバーも入ってないね。あ、バーも入ってないですね。そういや、その辺を聴いていただいたら、はいはい、そうです。まあ復活もしましたしね。そうです、そうです。復活してバーン歌ってた気がする、M ステかなんかで。なんかね、うん、なんかの番組でジャム来い、ジャム来いと思ったら違うかった。なんかの番組でラブラブショーを共演してたんですよ。あの なんとかっていうバンド、今最近ちょっとバーってきてるバンドなんですけど、バンド忘れた。僕最近のちょっと疎いんで、意外と。でも僕も最近のバンドはあんまり、なんかインディーズのバンドは結構詳しいんですけど、逆に。そうそう、なんかメジャーに行ってるバンドよりインディーズで頑張ってるバンドが、ねね、結構いい。そのインディーズで結構やりたいことができますからね、自分に、うん、だから結構その自分でやりたいことやってるバンドの方が僕結構好きなんで、そういうインディーズとかの、まあ、僕らも自主レーベルでインディーズなんで。そうなんですよ。なんだかんだ90年代はやっぱりね。そうです、そうです。この辺の、ね、バンドはすごい本当にいいバンドが多かったんで、まあ、だからまあ結構今最近も復活もします。シャムセイドもそうですし、 X、デランジェ、イエモ、ウルナシーね、結構そういう応募が復活しますから、ね、またそういうブームが来たらいいかなと。ぜひ知らない方は、ね、聞いてみてください。聞いてみてください、はい、ジャムが絶対です。ジャムとラブラブショー、追憶のマーメイド、追憶のマーメイド聞いてほしい、押さえてほしいですね。楽園もない、やっぱり。あ、楽園もそうですね。そうから自分で書いてて言ってへんかった、楽園もそうです。そうそう、はい、真っ暗な暗闇の部屋とかでなんか寝る前とかいいですよ。あ、いい、あ、いいですね。確かに、はい、ドライブとかではない、そういう感じです。どちらかというとそういう感じでした。はい、そんな感じで、今回、第8回ですか。はい、どんどんやってみましょう。もう10回近いですからね。そうですよね。もう今日はバンドゼロの中から突然来たんで。そうなんですよ。また考えておいてください、ね。まあ、考えてます。ね、ちょっと最近ね、すごいマイナーなバンドをやってないんで。やってないんで、ついに来るかな。ちょっとね、やっぱその誰やねんっていうところ。やろうと思ってたのにな。そうマジで大塩さん、大塩さん、マジで大塩さん、マジで大塩さん、マジで大塩さんってね、なんか新しいバンド、ハセユニットな、ハセユニット、マジで大塩ね、ギタリストがスクーター、スクーターすがっていうその坊さんバックスピンの、うん、言うと同期なんですよ、ローディーで、そうそうそう、僕ら同期、ずっと同期っていうか、その同期、同期っていうのもおかしい、そうやねんそれ、なんかそれ、そのずっと一緒にローディーでやってたやつですよ、俺をなんか坊さんバックスピンの派生ユニットを、うん、ヨダレ師匠が作ると、あ、ね、僕の大事な師匠が作るっていうのでなんか引き抜かれたんですよ、あいつ。あ、そうなんや。そう言うたらもうボーカルベースは決まってるじゃないですか。で僕らは呼ばれないんですよ。そうなんです。でギターがいいから、それででなんかちょあの須賀君ギター弾いてくれへんから須賀君それで言われたんだ。須賀君言うても50くらいやってるそうなんですよね。確か年上なんですけど、うん、けど同期です。同期じゃないですけど、ちょっと一緒に頑張ってたんですよ、ローディーとして。20個位ぐらいは違う。そう、いろいろね、爆裂王将さんの時に、いろいろそのあのもう後ろで支えたらして、そう。あかん、今日はもうメジャーの、色も変わったろ、もう。そうです、すいません。でも、はい、もうなんかやっぱ、そのね、思い出の番号を語るとね、もう長くなって。いや、ローディーやってたとなると、やっぱりちょっと思い出がちょっと変わったんですよ。どうちょっと、ありがとう。皆さんはまず、まあ、そんなマイナーなところいっぱい、まあ、いいですよ。それはまたモンキーです。いずれね、あのなんかもう今活動してないですけど、その坊さんのバックスピンのいずれ復活したいって言ってたんで、もしそうなったらまたこういろいろ出てくると思いますが、 そうですね、その時またね、あの復活記念とかでやりたいですね。それはやりたいですね。そういう時にやろうと思ってますから。思ってます。お楽しみにしておいてください、はい、その回はまたお楽しみに。今日からイエローモンキーでした。聞いてください。ありがとうございました。